ハロー YouTube。 今日もセブンイレブンにやってきました。今日の弁当を披露します。久々にね、カップ麺買ってみましたよ。これですね、かき揚げそば。前にもね、似たようなものを買いましたが、まあ前のとは違いますね。かき揚げそば369円。今日からね、消費税が 10% になりましたよ。この野郎っていう感じでね。誰が財政難にするんやと。ねえ。お前らの使い方が悪いから増税せなあかんのじゃろうと、国民の皆さんは思いませんかやね、そうね。そう思いながら、辛子明太子も買いました。では開封して食います。はい、これ開封状態ですね。今、一味を振りました。七味かな、これ。七味ですね。唐辛子を振りました。じゃあ今から試食、実食と参りましょうか。では、セブン弁当。今日は、かき揚げそばです。では、いただきまーす。いただきマンモス。なんか言ったな。いただきマンモスという、なんかね、しばけた芸能人がいましたが。じゃあ早速食います。ちょっとね、中身が、おー！もうちょいで汁がこぼれおった。まあこんな感じですわ。ね。汁がこぼれたら汁けー。はい、食います。かき揚げはね、もう、水分ね、吸い上げて、もう、くやけてますよ。ふになってますよ。57歳はね、むせるんですわ。はい。さっきもね、ツイッターでつぶやくと、受けてましたよ。57歳はむせると。これ飲んでもむせるかもしれんわ。むせます、57歳は。かき揚げがね、甘いですな。私ね、かき揚げはね、パリパリしてた方が好きなんですけど。うん。まあ、しなっとしてますが。私的にはパリパリした方がいいですけど。まあ、仕方ないですな。後乗せではないので。まあ、若干エビの風味がします。蕎麦もね、全然コシはないんですけど、まあ、喉越しよく。うん。若干コシがあるのかな。57歳はね、むせます。うん。蕎麦もね、美味しいです。で、蕎麦ってね、何が美味しいかというと、つゆがね、美味しいですわ、蕎麦はね。蕎麦自体のね、味とか風味はね、はっきり言ってようわからんのですわ。だからね、つゆとかタレのね、つゆの味で、しかわからんな。はい。そんな食通ではないので。でもね、これ、美味しいですよ。量的にはどうだろう。まあ、持って3時間かな。3時間後には腹減ると思います。
そうならないように明太子買ってきました。はい、明太子。これがねパリパリして美味しいんですよね。これがねパリパリ感。でもねこれね海苔がね落ちるんですわ。これねパリパリなので。私ね車の中でねこう食べかすとかね落とすのね大嫌いなんですよ。落とされるのも嫌いだし、落としたらまあ掃除しますけど、うん、美味しいです。味付け海苔じゃないんですけどね。で明太子は美味しいです。これとこのそばでまあまあ腹太るかなと。まあさっき3時間で腹減るって言いましたが、まあ4時間持つんじゃないのかなと。もう半日ですね。スイもね、やっぱ七味ね、唐辛子入れた方がピリッとして大人の味でいいですよね。若い頃ですね、若い頃というかつい最近までね、蕎麦はねめったに食べなかったんですよね。でも最近ね、やっぱね、50超えて、年寄りになったんでしょうか。消化のいい、この、蕎麦とか、うどんとか、そういうものを食べるようになりましたね。やっぱ、年齢とともに、食べ物も変わってくるんでしょうね。でも、肉も好きですよ。もちろん。でも、前ほど大量に食べられませんね、もう。胃粘液が減ってきたんでしょうか。うん。今年の夏はそんな蕎麦食べなかったな。蕎麦美味しいんですけどね。出雲そばとか信州そばとか。出雲そばはね、家内の実家が松江なのでちょくちょく食べましたけれども、そばもねはっきり言って味わかりませんわ。やっぱつゆが美味しかったらそばも美味しいのかなと。まあ基本何食っても美味しいんでしょうね私は。よくあのまずいとかなんかうんちけ垂れて食べるやつがいるじゃないですか。これ天然もんじゃないからまずいというかどうったらこうったらそんな違わんやよと。それに比べなんでも美味しく食べられる方がいいですよ。よく味音痴がどうだこうだ言いますけどね、私も味音痴です。ですが、まあ、大概何でも食います。私がまずいと言ったものは、もう千人中千人がまずいと言うでしょう。私は、大概何でも食べますので。私がまずいと言えば、本当にまずいもんです。で、少々のまずいもんでも食べますので。はい。そっちの方がいいですよ。ね。なんかね、なんかこれは嫌だあれは嫌だというよりはもう人間ね80までしか生きられんのですよ。それまでにいかに美味しいものをたくさん食べて幸せな毎日を送るか、これですよ。食べ物はね大事ですよ。ボールは着ててもね
食い物はね、そこそこ美味しく食べられれば、私はいいと思いますが。では、この動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。